青井区片波町、静岡浅間神社近くの老舗居酒屋大村屋さん。店内もレトロな老舗感あふれる空間ですが、2022年よりランチ営業を始められ、お手頃ボリューミーな内容が人気を集めています。今回のお目当て、600円ランチは、チャーハンと肉料理の丼を中心に、10種類から選べる豊富さ。定食も肉料理中心で、1000円から揃っています。さらに曜日で決まった日替わり定食もあり、トッピングやソースが豊富なハンバーグランチも。毎日通っても飽きませんね。ランチとともに復活したというかつての人気おつまみ手羽先もセットで1本から注文可能です。夜のおつまみもめちゃくちゃ豊富なラインナップで驚きました。今回は600円ランチの豚網焼き丼、もちろん大盛りでお願いしたご飯の上にキャベツと香ばしく焼かれた豚肉が8枚も。揚げ手羽先を1本つけて、これで720円は安いですよね。肉質柔らか、ジューシーな豚肉。焼き鳥のような甘めの醤油味が網焼きで芯まで肉に染み込んでおり、香ばしさと相まってコクうま。キャベツとご飯を包むように食べるとちょうどよく、見た目以上にしっかりお肉を食べている満足感があります。シンプルながら飽きずにお腹いっぱいいただけました。パリパリ食感で香ばしい皮とジューシーな旨味たっぷりな鶏肉、胡椒が効いて後を引くピリ辛、塩味でシンプルな分さっぱり鶏肉の風味を満喫できる美味しさで、何本でも食べられそうです。昼営業のお店が貴重な浅間神社周辺で、コスパ最高なランチがいただけます。ぜひお試しください。